ロードスターはマツダの魂です。心に突き刺さるような感動を与えなければいけない。そのためにはどういったものを目指すんだ、そういった意思をですね、はっきり打ち出して高い目標を掲げてそれをきっちりやりきる、そういった車作りの姿勢がロードスターにとって試されているんだと思うね。歩道デザインの本当に真髄の部分、動きを表現するというものをなるべくシンプルに表現した結果が今のデザインになっています。もう純粋に恋をしてほしかったんですね、車に。例えば、チーターのようなああいった動きの速い動物を見て誰に習ったわけでもなく、かっこいいと思いますよね。自分の中に本能的に何かを持ってるはずなんです。それに直接応えるデザイン。スカイアクティブテクノで作ったエンジンあるわけです。でもそのエンジンはロードスターというスポーツカーに搭載したときにどんな目標を設定するのか、単にペーパーの上でねトルカーブを作るだけじゃなくて、実際に車を乗ってエンジニアと一緒にとても高い目標をですね設定しました。どこから踏んでも心地よい、ちょうどいい加速フィーリングが得られる。それに伴って心地よい音がね聞こえてくる。もっと加速したいな、もっとあのコーナーを回ってみたいな、そういった気持ちにさせてくれるエンジンなんです。エンジンだけではなくてハンドリングもブレーキングも、そしてオープンカーとしてのいろんな音、風の音、そういったことを全て含めてフィーリングを強調するように作りました。ちょうど腕からそのまんまフェンダーにつながっていくような、そういった自分と車の一体感、自分と外との一体感、そういったものを表現するためにあのデザインにしています。物の良し悪しは25年経つといいものと悪いものの違いが分かり、そして50年経つといいものがはっきり残ってくる。いろんなデバイスがあり、いろんな IT が進んで自分たちのセンスも随分変わってきてるんです。でもハンドルを握ってアクセルを踏んでコーナーを回っていく時のあの感覚っていうのはね、初代からも全く変わってないと思うんですね。この価値は変わらないんですよ。それをもう一遍原点に変えてきちっと作り変えたい。25年間飽きない車、飽きないデザインにしよう。そして25年経って初めて分かるようないろんな秘密が見えてくる。あ、こんな表情もあったのね。そういったものが多分あっちこっちにあると思うので、ぜひそれを探してほしいなと思います。新しいジンバ一体の走りとね、ファントゥードライブ、ハンドルを握ってアクセルを踏んで車を動かしてみてください。自分の中に眠ってる何かがきっと目覚めるはずです。